תודה.自分の叶えた夢に一歩近づけたなっていう実感が湧きました。これからで頑張りたいです。一度は駄目だったんですけど、またこうして皆さんに恩返しをできるチャンスをいただけたことが素直に嬉しいなと思いました。また僕の魅力を発揮できる再スタートが切れたんじゃないかなと思います。頑張ります。また新たな山田家を皆さんに見せることが、見ることが本当に幸せです。頑張ります。 第1回目でお見せしまったので、特に僕の魅力を表現できないまま押してしまったところだったので、今回こういうお話をいただいて、また皆さんの前に立つ機会をいただけたことがすごく嬉しいです。9人で一生懸命頑張るので、応援よろしくお願いします。でもみんな個性の強いねっていう話はしたような、自分の意見も言うんですけど、ちゃんとその人のことも尊重して、ちゃんと話し合えてるのがいい環境だなって思いました。素直に最初は嬉しかったです。 悩んだり落ち込んでる時も一緒に寄り添ってくださったスタッフの方が今も一緒についてくださるので、すごく身を任せられるので、すごい安心します。Zoom でなんか今後、各々どういう活動がしていきたいのかみたいな話だし、グループになったら法律的なルールを守っていかないといけないから、みんなで決めていこうって言って、ルール決めました。 スタッフさんを除いてでも9人だけでもそういう時間を作る。新しくどういったことをやっていきたいなと思った時にそれを人に入れられるっていうのがいろいろ進化していけるのかなと思っているので、ワクワクしてます。エンジンという舞台は全く新しいものにしたいと考えていまして、ファンの皆様からご意見をいただき、僕たちで作り上げ、そしてファンの皆様 と一緒にスタッフ、そして僕たちメンバーで一緒に作り上げていくっていうことを新しく始めたいなと思って、このエンジンというプロジェクトをどん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 日本に世界に進めていけるような大きくしていきたいなと考えています。その9人全員で目指しているところは世界に出るっていうのを一番の頂点の目標としているので、必ず民もファンの皆様のご意見などを積極的にいただいて、それに一生懸命応えていくっていう ふうになっていくので、ぜひ皆さんも積極的に参加していただいたら嬉しく思います。